はい、ということで、こちらの解説していきたいなと思います。玉型1一香、1二角、2一玉、3三歩、4一歩、4三金、5一飛車、5三歩、持ち駒、失礼しました、攻め方1三歩、2四金、3四歩、そして5二と金、そして持ち駒歩と飛車ということでございます。それでは解説していきましょう。こちらは19手詰めの解説ですね。まずこれは1二、歩なるからこう攻め込んでいくということでございます。これ仮に同玉と取りましたらね、これ飛車打ちありますしね、これはまあ同香ということで同香で取りまして、1、まあ、これは叩きましょうかね。2二歩とこう叩きまして、ああこれは取るしかなくてですね、取って、2、3飛車打ちですか。2、3飛車打ちで、これ は取れないですから、3一玉とこう斜め後ろにこう下がっていくということで、ございます。はい、で、3一玉ということで、で2二角打ちですね。2二角打ちで、こう角打っていきます。ここのラインですね。で2二角打ちから、まあ3二玉ということで、3二玉、そして3三角成ということで、これで歩をね取っていくわけですね。3三角成とこう入っていきます。で、これは同じく金で取ります。同じく金で取りまして、同玉、そして2二歩、同玉で、同金で取りまして、同じく歩成ですね。で同じく歩成ということで、で、同じく歩成で、3一玉ですか。で3一玉しかなくて、ここで一つ、まあ、ポイントで言いますでしょうかね。普通は、ここに金打って詰みなんですよ。ね、この3二金打ちで詰みということで、まあ、その AI かけるとこれが詰みということになってるんですけども、これだと、歩が1枚余ってしまいますよね。っていうところでどうしたらいいものかということなんですけども、実はこれ2一飛車成るっていうのが格子ですね。これは同玉しか取れなくて、同玉で取りまして、ここでまた歩を叩くわけですよ。これね、2二歩と、叩きます。でこれは取れないですよね。でこれだから1一玉か3一玉かの2択になるわけですけども、1一玉でも、3一でも一緒で、2一歩なるからの同玉で、最後は、2二金打ちまでということで、以下19手詰めということになります。詰め上がりがこの図になっております。ご視聴ありがとうございました。